M ステで小源氏を見た。お日様以外の反応がこちら。日向坂のセンターの子、めっちゃ震えながらコメントしてたのにめちゃくちゃパフをバッチリ決めてて、アイドルってすげーやってなった。日向坂の代理センターの子、めっちゃ緊張伝わってくるけど顔面偏差値バリ高い。日向坂のセンターで緊張してる子めっちゃ可愛い。日向坂の歌番組初センターの子、緊張丸出しでめちゃめちゃ応援したくなった。パフォーマンス始まった。途端のギャップな。日向坂の強センターやった16歳の子の顔めちゃめちゃ好き。日向坂のセンターの西江の名字の子、めちゃくちゃ緊張伝わってきて可愛かったし、メリークリスマスしっかり言っててすごい。日向坂の16歳のセンターの子、歌う前は声も震えて倒れそうなくらい緊張してたのに、パフォはしっかりやりきってて笑顔も可愛くてついつい見入ってしまったぞ。その後のなにわちゃんも可愛い。16歳でセンターとか生きてる次元違う。センターだけあってめちゃくちゃ可愛い。センター抜群に可愛いやん。震えてる16歳だもんね。日向坂さんの16歳の子、初めての歌番組だと申した。見えんが、くっそ可愛い。なんか年下の緊張してる姿ってなんでこうも応援したくなるんだろう。可愛い。日向坂のセンターの子、あれは応援したくなるね。